北の峰ゾーン、フラノゾーン、フラノスキー場は北海道フラノ市にあるスキー場。運営会社は株式会社プリンスホテル。フラノ足別同立自然公園になっており、北の峰ゾーンとフラノゾーンの2つのエリアがある。1977年の FIS ワールドカップ開催を機に世界に知られるようになり、以後国際クラスの大会がたびたび開催されており、 外国人客も増加している。近年増加している、バックカントリーによる事故への対策を講じ始めている。スキー場管理区域外へは指定のゲートから出る、登山届を提出、バックカントリーに必要な装備をする、管理区域外での行動は、自己責任、等のルール層守るを強く求めている。営業期間は、フラノゾーンが11月下旬から5月上旬頃まで。 北の峰ゾーンが12月中旬から3月下旬頃までとなっている。夏季シーズンは、フラノロープウェイが6月中旬から10月中旬まで運行する。フラノスキー場の歴史参照初級40%、中級40%、上級20%、フラノゾーンから北の峰ゾーンにはロープウェイ山頂駅からの連絡コースで滑り込めるが、途中ほぼフラットになる部分があり。 漕ぐ必要がある。北の峰ゾーンからフラノゾーンへは連絡リフトを使用して移動できる。フラノゾーンのザイラーコースは基本的には聖地の中級コースだが前夜降雪があった場合、朝は日圧雪新設でコースをオープンするノンパックコースとなる。北の峰ゾーン、フラノスキー場、北の峰ゾーン、フラノゾーン、フラノスキー場フラノゾーン、北の峰ゾーン、 フラノゾーンにそれぞれ初心者練習用、スノーエスカレーターもある。北のミネゾーンの麓は、フラノプリンスホテルはじめ、ホテルや、ペンションなどが立地している。フラノゾーンの麓は、シンフラノプリンスホテルはじめ、ニングルテラス、フラノ、ドラマ館、フラノカンカンソンソそう、S バー、森の時計などがある。フラノプリンスホテルからシンフラノプリンスホテルまでは、約4キロメートル離れている。 ありがとうございます。